こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日もコイン紹介ですね。全部で4枚のコインを紹介していきたいと思います。1枚目がグレートブリテン1993年エリザベス2世戴冠40周年5ポンドプルーフ金塊 NGC プルーフ70ウルトラカメオ、こちらは箱付きです。2枚目がグレートブリテン1987年グレートブリテンゴソブリン金塊 NGC MS69 です。3枚目がグレートブリテン2020年音楽の伝説シリーズエルトン・ジョン4分の1オンス25ポンドプルーフ金貨 NGC プルーフ70ウルトラカメオです。4枚目がグレートブリテン2020年音楽の伝説シリーズエルトン・ジョン4分の1オンス25ポンドプルーフ金貨 NGC プルーフ69ウルトラカメオです。1枚目1993年の戴冠40周年記念ですね、プルーフ70のウルトラカメオということで発行枚数が2500枚、サイト作った時ですね残存枚数35枚ということで非常に珍しい70グレードです。5ポンドプルーフ金貨で重量が 39.94g 91.7% 金で 38.61mm です。デザインですね、この王冠の方が写ってる面ですね、非常に素晴らしい出来栄えだと思います。デザイナーがロバート・エルダートンさんがデザインしています。反対面の方がエリザベス女王と8頭の馬ですね、馬上のエリザベスということでデザインされています。こちらもサイト作った時のデータですが、70グレードが36枚、69グレードが29枚、68グレードが7枚、67グレードが2枚、66グレードが2枚、65グレードが1枚ということで、70グレード本当につきづらいですね。あとオリジナルの箱もついているのが特徴です。もうすでに28年間経過されているんですが、この価格は本当に安いというふうに思います。まあ70グレードこれオークションでもまず出てこないので、非常にお買い得の1枚だというふうに思います。かなりおすすめできる1枚ですね。まあこれ多分 YouTube 上がると、おそらくすぐに売れてしまうのではないかという感じです。まあサイトには載ってはいたんですが、なかなか気づかれていない名作中の名作だというふうに思います。2枚目が1987年のグレートブリテンゴソブリン金貨 NGC の MS69 になります。重量が 39.94g、 91.7% 金で直径が 36.02mm です。発行枚数が5694枚です。肖像面の方はラファエル・デビッド・マクローフさんになります。反対面はピストルチさんのドラゴンスレイヤーですね。これ特徴は1987年の数字の横にですね U マークというのがついています。こちらの方がアンサーキュレーションということで、プルーフとは分けるためにですかね、そのような理由で付けられているということになります。1987年はですね、プルーフ金貨がないので、実質この年度の今最高グレードの1枚というのがこのコインになります。非常に珍しいコインです。まあ、鑑定済みコインも非常に少なくて、MS64 が1枚、MS65 が1枚、MS66 が4枚、MS68 が11枚、で MS69 がトップで11枚ということで、非常に珍しいタイプのコインになります。まあ、これ70グレードがついていたらおそらく130万とかすると思うんですが、まあ、トップグレードがないのでこのような形になっています。3枚目がグレートブリテンの2020年音楽の伝説シリーズエルトン・ジョン4分の1オンス25ポンドプルーフ金貨 NGC プルーフ70ウルトラカメオになります。4分の1オンスの、金貨プルーフ金貨になっています。こちらのは 7.80g 直径が 22mm、裏面の方はジョディ・クラークさんのデザインになります。デザイン面の方はブラッドリー・モーガン・ジョンソンさんのデザインです。発行枚数が1100枚で 99.9% の、金になります。
これ当時サイト作った頃ですね、 NGC のプルーフ70ウルトラ仮面は26枚ということで、まあ、価格が安いのでエントリーコインとしては、良いのではないかというふうに思います。まあ、この音楽の伝説シリーズのエルトン・ジョーンですね、2オンスとか1オンスは非常に高値になり、まあ、5オンスはもうほぼ売ってないというような状況です。まあ、4分の1オンスが一番小さいんですが、金貨としてですね、まあ、これは非常にエントリー価格としては買いやすいコインだというふうに思います。4枚目は同じくですね、2020年の音楽の伝説シリーズエルトン・ジョンの4分の1オンス25ポンドプルーフ金貨 NGC プルーフ69のウルトラカメオです。発行枚数が1100枚で 7.8g、 22ミリで、純金製の金貨になります。サイト作った頃は、枚数ですね、こちらの方が、7枚ということで非常に少ない枚数の1枚です。まあ、先ほどのエルトン・ジョーン、70グレードもこの69グレードも4分の1オンス、オリジナルの箱がついている1枚です。エントリープライスとして非常に買いやすいので、まあ、最初の頃ですね、このような安いものを買うのも一つの手だというふうに思います。まあ、今日ご紹介したコインの中ではこの1993年の、大会40周年記念ですね、こちら本当に出てこないので、まあ箱もついている珍しいコインです。なかなかこの値段で売っていることはもうありえないので非常にいいかなというふうに思います。まあ、あと次は1987年、これ MS69 が最高グレードなので、まあ、こちらの方のコインも非常に少ないというのが印象です。まあ、あと4分の1オンスのエルトン・ジョン70と69グレードも、ご紹介してきました。まあ、こちらも本当にエントリーコインということで、楽しんでいただければと思います。まあ、今日ご紹介したのは全部、イギリスのモダンコインなんですが、先日作った動画ですね、こちらフランスの、ルイ14世のルイドール金貨とかを、まあご紹介してたんですが、まあ、3枚一気に売れて、まあ、あの1人の人が買ったわけではなくて、全くバラバラに違う人が買われてったんですが、まあ、そのようにアンティークコインでもかなり掘り出し物があります。まあ、ルイドールだと2ルイドールの、15世16世とかも、2分の1オンスで非常に安く売ってますし、まあ、他にもイギリスとか、フランスのアンティークコイン、まあ、他の国もですね、ハンガリーとかオランダとかいろいろあるんですが、アンティークコインのものでかなりいいものが実は置いてあるんですが、なかなかこの、1オンスのモダンのイギリスが、まあ、強いというかですね、まあ、その好みの方が多いんですが、アンティークコイン掘り出し物いっぱいあるので、ぜひもっとよく見ていただきたいかなという感じです。なかなかコインの個別でですね、ご紹介できないんですが、まあ、今日のこの動画の中に出てきた1993年の大会40周年のコインですね、もうこれほとんどオークションに出てこないので、まあ、今日の4本の中ではぶっちぎりに今の、1枚がおすすめになります。まあ、あとアンティークコインも非常にいいものが揃っているので、ぜひ、まあ、先ほどもちょっと喋ったんですが、ぜひよく見ていただければと思います。まあ、先週のメールマガジンでも出したんですけど、フランスのピエフォーですね、まあ、近代っぽい1980年あたりのコインだったと思うんですが、非常に素晴らしいコレクションで、しかも PCGS 鑑定なので、まあ、あのあたりも選ぶのが、良いかというふうに思います。2020年の12月20日ぐらいから、LINE の方ですね、登録していただいて個別相談に申し込んでいただいた方に、1日2人ですね、水曜と木曜日と日曜日30分を2コマ2人ずつだけ、個別相談というのをオンラインで行っています。こちら Zoom を扱っています。 Zoom の方は、スマホでも、パソコンでも、つなげられますので、ぜひその個別相談ですね、こちらの方にお申し込みいただければと思います。まあ、YouTube の方にもよくコメント欄にご質問とかいただくんですが、あとメールとかでも来るんですが、まあ、個別相談に申し込んでいただいた方が、まあ、いろいろとお話できるので、まあ、ぜひ、使っていただきたいかなと思います。まあ、この動画の最後にも、QR コード出てくるので、そちらの方を、カメラでスキャンして LINE を立ち上げると友達登録できるようになっていますので、こちらのはだいたい
LINE で5、6通私からメッセージが行くのと動画が1本ついています。あとですね、その URL、クリックすると個別相談申し込めるようになってますので、ぜひ使っていただければと思います。 Thank you for watching。 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。